とにかく絶対行っていかないと終わらないので、とりあえずはそうだな、細いやつだけぶった切っていきます。はい、どうも、イソログです。今日はですね、都合により倍速ですね。めちゃくちゃね、動画長いから、ほぼ4時間分入れてるんで、めちゃくちゃ長いです。はい。はい、一応、まあ、これから木を切っていきます。で、木切ったら、あの、柄袋に、入れて、まあ、置きます。で、まあ、最悪、チューインって釘切っちゃっても、まあ、しょうがないかなって思います。まあ、そのために、あの、金工用のディスクグラインダーと丸ノコを用意してきています。まあ、一応、切っていきます。長いなぁ。ひたすらですね、これ、だいたい平均10倍速でやってます。それでもね、20分オーバーするっていう、めちゃくちゃに長いものですね。まあ、それだけね、単調なことをしてます、一日中。もうひたすら丸ノコでチュイーンチュイーンって切ってます、マジで。だからなんだろうね、この時なんだろう、世代がバレるんですけど、こう笑う犬の冒険だっけ、なんかネプチューンの原田泰造とホリケンだったかな、なんかその2人のコントで生きてるってなんだろうみたいなコントがあったんだけど、本当にそんな感じでしたよ、頭の中。もうこれなんかね、禅の修行みたいな感じっすね。ひたすらチュインとやり、チュインとやり、で、時たまこう、丸ノコで釘を切り、歯が死に、それでもなお、まあ、切っていかないと終わんないんで、無理くりやってましたね。で、まあ、これ、最初、サンダーでやったんですけど、サンダーじゃ、ラチが開かねえっていうことに気づき、無理くり、これ丸ノコでやってるんですけど、まあ、大体開始30分ぐらいで4回だか5回ぐらい切ったんですよ、釘を。で、もう釘頭が朽ちちゃって見えないんですよ。多分釘頭だけが落ちて、まあ釘の何て言うんだろう、芯っていうのかな、釘頭だけない釘の胴体だけが結構金中にあるんですよね。で、それパッと見わかんないんですよ。そう、だから今この動画でまとめてチュイーンってやるとか、結構一本一本とか一本二本まとめてチュイーンチュイーンって切ってるんですけど、これもう、この時すでに丸ノコの歯が死んでますね。ダイヤモンドチップ、ダイヤモンドチップがかなり欠けて飛んでたから、結構無理くりやってますよ。ノックバックじゃねえや、ごめん。ノックバックは格ゲー用語だね。キックバックがすごかった。切れないからね、もう、歯が逆に戻ってくるんですよ。で、それを、どうも、それに対して負けまいと、無理くりこう、丸のこう、ガーってこう、押してましたからね。だからこれ結構きつい。まあ、今動画で振り返ってますけど、なかなかね、いい量ありましたよ、本当に。だって封筒自体でかいから、すごい、材はいっぱい使ってありましたよね。そんなに大きい封筒自体はそんなでかくないけど、その、落ちてくる屋根雪に対して補強が入ってたんですよ。落ちてくるところだけは、なんだろう、柱っていうか、たるきが結構使ってあったから、そのたるきをばらすのがめんどくさかったですね。いやー、でもきつくて、これはきつい。まあ、大体これ、まあ大体10倍、20倍で回してますね。それくらい長かったんですよ。今編集してて。で、まあ、この丸ノコの歯がもうほぼ死んでる状態でよくぶった切りまくったなって感じですね。やっぱり丸ノコ切れないからよく止まるんですよ。
だから多分モーター死んだらまあこれはこれでもういいやっていう感じでこうやってましたね。よくもまあ丸のこう死ななかったな。でもまあよくも、持ちましたよね。まあブレーキ機能があったからなのかわかんないですけどね。もう本当にひたすら切って切って切りまくって、禅の修行ってこんな感じなんかなって思いながら、まあひたすら同じことチュイーンチュイーンってやってましたね。何本釘ぶった切ったかは覚えてないですもん。なんか丸のこの刃が緩くなってきたな。はい、まあ退屈な動画ですね。退屈がゆえに、そこ、ナレーションしてる今、俺も飽きてたりする。そんなもん動画にしてアップすんなやって話なんだけれども、まあ、アップしちゃってますね。で、結局、これ取りためて、まあ、日々の記録を、そのブログの方に手回ってないんで、動画一本にしてますね。まあ多分、これで、まあ動画ではなくなったらブログ書き始めて、で、ブログの一番下に、これらのいずれかの動画がまた貼っ付けられるんだろうなっていう感じですね。でもまあ、古釘抜いたけれども、抜いても抜き切んないっすよ。何本も、釘頭がバチンって切れて、そのまんまに残して、まあそれ抜いておかなかった自分が悪いんですけどね。まあよくまあ、チュインチュインやったな。うん。で、あとは、柄袋買ってきて、柄袋に、詰めてますね。で、誰か薪で欲しい人とかあげます、マジで。これ処分に困ってるんで。まあ、まだな、裏じゃねえか。道路側のまだぶっ壊してないブロック塀あるんで、それが壊してから、まあ、どう処理をするかを考えたいっすね。まあ、燃やせれば、焼却炉で燃やして、まあ、あそこにまで行けば、最初、そこで火使うのやめろって言われた時みたいな、危ない状態じゃなくて、コンクリートブロックでも、下も横もバチッと、覆って、まあ、安全に焼却炉を使えるようにはなるんで、まあ、そこで燃やしますね。で、できれば、灰が欲しいんですよ。木相灰だっけ？草木灰だっけ？お米農家がよく畑で苗植える前に野焼きをするでしょう。で、こっちも寒風山かな？寒い風の山って書いて、そういう、ところがあるんですよ。で、毎年、そこ野焼きのため通行禁止っていうふうになるんで、まあその灰を畑に落として虫が湧かないようにするんですよね。だから虫は灰を嫌うし、で、今はまだ乾かしてる最中なんですよ、床下。だからその乾く前に灰をバーって入れちゃって、で、その灰に水を吸わせて乾かして、虫を寄ってこなくさせるのもありかなって感じなんですよね。特に。でも、灰をまけば、シロアリも、なんか、防げるのかななんて、ちょっとした、淡い期待っていうか、虫対策にはまあ、金使いたくないんで、灰をぶちまいておけば、まあ、そういうな感じで虫は回避できると思うので、ちょっとやってみる価値はありかなって思いますね。はい、悪いニュースです。今、水道管はまあ、あともうちょいで直るんだけど、
やっぱりボイラー死んでたね。ボイラーも中の、水を入れる導管破裂してました。追加工事だね。まあ頑張って木切りましょうか。はい、まあ今日も今日とてチューインをするみたいな感じですね。まあ、追加、まあこの木切ってる最中は水道屋さんも来て、修理してました。で、まあさっきあった通り、まあ、まさかなとは思ってたんですけど、やっぱりボイラーも壊れてましたね。で、これボイラーがすごい危険な状態で、石油も漏れてたんですよ。なんでかわかんないですけど。だから、危なかったですよね。石油が漏れてたから。だからそれでまあ、ボイラー火ついちゃったら、どんな感じになったかわかんないですけど、大変なことになってましたよね。ちなみにボイラー代の追加で17万5000円、で水道の、まあ、破裂した管を修理じゃなくて、元々のある管はもう放棄しちゃってバイパスを通しました。でも元々ある管が欠陥で、前の業者がすごい手抜いたのかな、逆勾配が残ってたんですよね。だからもうそこを解体する費用もめんどくさいから、もうそこは残して、お湯の管だけをバイパス通して使えるようにしてくれればいいよっていう話をして、まあ水道管直して22万3000円でしたね。はい、これは どうやら丸のこの葉が死んだようなんで、今日はこれで終わりです。はい、この日だけでですね、水道管とボイラーで締めて42万くらいの出費が確定しました。まあこんな感じでも頑張ってます。バイバイ。Oh!